ここでキーくんムーちゃんハーくんの自己紹介をしたいと思います。それじゃあまずキーくん行ってみようか。キーくん自己紹介しますよ。キーくんはこうやって頭の上に黄色い丸いかぶり物をかぶってるね。そしてここに緑の葉っぱがついてます。これは何のかぶり物か分かるお友達。じゃあそこの元気な女の子分かる？難しいかな。じゃあ他には？はい。じゃあそこのお友達。はい。はい。ユーガナツ。そう、大正解。とっても早いね。キーくんは頭にユーガナツのかぶり物をかぶっています。食べたことのあるお友達いますか？はい。あ、たくさん食べてるね。とっても甘くて美味しいよね、ユーガナツ。ここの黄色い部分を剥いて白い部分を食べる。そう、砂糖をかけて食べるととっても美味しいんです。食べたことのないお友達もお家に帰って食べてみてね。そんなひーくんはしっかり者の男の子です。よろしくお願いします。さあそこでむーちゃん、ここで遊んでるむーちゃん行ってみようか。はい、むーちゃんが来てくれました。むーちゃん今キスしてくれたね。むーちゃんは頭の上にこういう木が乗ってるんだけど、この木は何の木か分かりますか？じゃあそこの女の子行ってみようか。ちょっとごめんね。フェニックス。そう、大正解。すっごく早かったね。むーちゃんは頭の上にフェニックスを乗ってるんだよね。フェニックス見たことある友達いっぱいいるよね。宮崎県の道路や街の中にたくさん生えてるね。そんなむーちゃんは、どうした？なんもないね。むーちゃんはこういう青と白のしましまのお洋服や、ピンク色の恋旅と書かれたお洋服、そしてピンクのチアリーダーのお洋服も持ってるんだよね。とってもおしゃれさんなんですけど、男の子か女の子か分かりますか？女の子。どこだと思う？そう、元気いっぱいいてくれてるけど、ムーちゃんは可愛い女の子なんだよね。みんなにキスしてあげてください。ちょって、可愛い女の子なんです。よろしくお願いします。じゃあ最後、ここでゆっくり休んでるパック行ってみようか。パックもそこ段差だから気をつけるね。いくよ。さあ、パークンが来てくれました。パークンは全身で何かを表現してるんです。ここに赤いトサカ、そしてここに羽、くちばしがついてます。これは何のコスプレか分かりますか？じゃあそこのメガネのお友達。メガネ。そう、ニワトリ。おしんがね、すごくおしんです。ハークン、ハークンは何でしょうか？分かるかな？はい、難しいね。他には分かる？チキン。チキン、チキン、ニワトリ、チキン。惜しい、惜しいです。すごく、宮崎県のニワトリって言ったら何か分かります？そこ行ってみようか。チキン、チキン、はい。そう、すごいね。宮崎地どっこ。パーク行ってみよう。せーの、地どり。地どりなんです。宮崎県のブランド地どり、宮崎地どっことしてとっても有名ですよね。そんなパークンは元気でおおらかで食いしん坊な男の子なんです。よろしくお願いします。さあ、そんなダンスが大好きな3匹なんだけど、今日みんなにお願いがあります。お願いがあるんだよね。あるね。